そう。おお、着きましたね。おお、どうもどうも。どうも。どうも。今年初コラボということで。はい。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。どうも。さあ、そういうことでですね。今日はですね、花粉症についてということで、花粉症のピークっていうのはお二人いつぐらいかご存知ですか？いやいや、花粉症の前にちょっと待ってよ。俺すげえ気になったんだ、今上がってきて。本当ですか？どうしたんですか？あれ見てよ、なんか。あそこにサインがあるんだよね。なるほど。これ誰のサインですか、これ？あの、NAC5 の、はいはい、ラジオ MC のゴゴモズの。あ、ゴゴモズさんね。あ、はあはあはあ。あとあのレッツの、はい、内立さんと、あ、内立くんね、はい、それと、桜井さん、桜井くんね、ああそうなんだね、はい、あのジョーチャンネルはもう以前からねコラボしててですね、はい、一番先に私のサインをこれ入れるんじゃなかったんですかね、はい、あ、 ありますね。ありますね。ありますね。間に合います。間に合います。なんでみんなここに書いてあったの？ちょっとね。じゃあ遠慮したんだね。そうですね。多分。俺はそうだよね。性格出ますね。ここでいいんじゃないかな。それはちょっと俺遠慮するわ、俺ここに。大きい。ダイナミック。おお。ね、皆さんね。はい。これ。後で消さないでくださいね。ということで何、はい、清浄機まずちょっと行ってみましょうでしょ、コーナーにじゃあ、はい、はい、And action。 あの花粉症のピークがですね、はい、一般的には2月から4月らしいんですけども、うん、ですね、もう今ニュースでもすごいじゃないですか、はい、今ね、ところがですね、はい、あの実は花粉の種類が最も多いのは5月らしいんですよ、はい、そうなんだ。でずっとこう暖冬が続いていたので、はい、まあ、今年はあの飛散量も多いということで、うん、はい、そういったところからですね、空気清浄機をまた、再びですね、はい、ご紹介したいなと。なるほど、はい、今回はですね、はい、世界ナンバーワン空調メーカー、うん、ダイキンの、うん、はい、MCK70Z を、うん、ご紹介したいなと。ほう、特にあの型落ちのモデルになりますので、うん、今回価格も、自信持ってお勧めできるんですけども、はい、流通在庫は非常に少ないので、うん、これは多分電吉YouTube チャンネルでしかもしかしたらもう、うん、この動画が流れる頃には、はい、ほとんどないと。まあ、そうなんですね。なるかもしれないです。はい。ね、で今回ですね、商品のポイントをですね、うん、3つお伝えしたいんですけども、はいはいはい、1つはですね、こちらの畳数があるんですが、うん、適応床面積っていうのがありまして、うん、はい、これはですね、30分間、うん、何もない空間にこれを置いて、うん、どのぐらい清掃できるかという形なんですけども、うん、まあ、31、はい、かなり大きいんですけども、はい、これはあの空気選ぶポイントが本当に重要でして、はい、あの6畳でも8畳でも、まあ、当然こっちの方が助走大きいんですけども、うん、やっぱり吸うスピードが速ければ速いほど、うん、予防だったり、うん、吸い込まなくて済みますので、うん、という花粉はですね、あの、はいはい、体に外でついた状態で、うん、家の中の風がないところに入った時に落ちてしまうらしいんです。うん、それがあのこう舞ったりとか、うん、入ってきたりしますので、うん、まあ、すぐ吸うという、ね、あ、じゃあこの数字はやっぱりこう大きい方がいいですね、はい、まあ、もちろん除湿に合った買い方っていうのもあると思うんですけど、うん、基本的には大きい方がやはりあの肛門としては非常に予防力としては高くなる形になります、ね、はい、であとはですね、集塵力なんですけども、うん、あの決め手は、まあ、フィルターなんですが、はい、あのいわゆる非常に高性能なマスクを使ってますので、はい、ヘパフィルターっていう中でも、じゃあ書いてあるタフフィルターっていうのを採用してますので、うん、はいはい、ヘパフィルターっていうのはもともとすごく目が細かい形で、うん、もう簡単に言うとですね、99.97% 入ってくるものを除去するっていう感じで、0.3 マイクロメートルなので、はい、すごくちっちゃい PM2.5 よりもものすごくちっちゃいゴミも取れちゃいます、はい、ほぼほぼ取れます。はで、このタフィルターすごいのが、10年経っても、うん、まあ、10年間そもそもフィルター交換不要なんですけども、はい、あのフィルター性能も非常に落ちにくいっていうのが、ね、う、最大のこう特徴なんです。へ、はい、あ、なんか書いてあるね、はい、これね、分解しちゃうんだこれで、はい、はあ、他にもダッシュフィルターもあります。ダッシュフィルター交換不要です。へ、あとはエアコンと同じようなですね、柔らかいこうプレフィルターっていう大きめのホコリを消す、うん、はい、これはの掃除は必要ですけども、うん、これも基本的には交換は特にいらない形になりますので、はい、非常に強いです。あ、そう。そして最後にですね、はい、やはり花粉花粉と、うん、これだけ言ってますので、うん、そうだね、1年中飛散する、花粉16種類、うん、全て無力化します。へ、無力化、叩き潰す。はあ、花粉はですね、こう果肉があって、うん、実があるイメージなんですけども、うん、
両方ともしっかり分解できるっていう力を持ってますので、はい、これで無効化すると。で、なんとですね、言いますとこんな花粉対策製品認証ってですね、はい、こういった協会がですね、花粉問題対策事業者協議会っていうところが設定してるんですけども、はい、このマークちゃんとついて認定マークもついてるということで、はい、ついてます。これは商品としてはじゃあね、はい、本当にしっかりとした商品だってことですね。で、とは言ってもですね、いいのは分かったけども本当にいいのと。いやそうなんだよね。これいろいろ説明していただいて確かにわすごいんだろうなと思うんだけど、実際になんかさ見れるってなかなかないじゃない。大丈夫です、ね、今日ですね、お店でもですね、なかなかやはり説明の時に全部実演するっていうのは、できないんですけども、実演やんの？今日ですね、用意してます。やるの？はい、ということで、はい、やってみるジョーのコーナー、はい、やってみるジョーということでですね、はい、焼肉、キムチ、ニンニク、そこのスーパーで韓国フェアやってましたということで、この3つでいきます。なるほど。これをじゃあ実際にこれ焼いて、そういうことですね。で、どのぐらいこう匂いとあれをするのかっていう、はい、やっぱりこう煙ですとかのこう囚人の感じですね。あとはこう大体自動モードで皆さん運転する可能性が高いと思うので、匂いを感じた時に、グーっていうのを吸ってくれるのか。そう、これはちょっと楽しみ、ね、今度さできないからね、ちょっとだからドキドキしてます。いやそうだよね、じゃあ早速焼く、焼きましょう、行きましょう伊藤言うね、これなんか食べてきた、みんな食べてないね。あ、出てるよ、納得。あ、いいですね、これ。あ、感じた、なんかふーっていった。あ、赤いランドがついてますね、今。これタレいったらすごい匂い出ますね。これもう匂いがすごいもん、ね、うわ、これはすごい。あ、でも吸ってるほら。あ、吸ってる。あ、煙吸ってる。すげえ、匂いすげえ。煙もいってますか、これ。今ですね、ホコリ PM2.5 匂い全部点灯してます。わー、すげえ。反応してる。あ、こんないきなりボーってするんだよ、はい、すぐだったよ、すぐ行きました。あー、もう吸ったからいいですね、これね、もうね。いただきます。おいしい。おいしいよ。でもほんとこっちは煙吸い込んでるからそんなに匂いしないよね、うん、はい、だけどこれほんとにあっという間にさ、すぐ妻だね。ありがとうございます。これ自動モードにしてると勝手にやっぱりそれを検知してこうなるってことですか。例えばこうお出かけして帰ってきてなんていう間は、自動モードで、はい、こう人が不在の時でもですね、隙間風とか、換気扇から、はい、入ってくるものなので、すごい、はい、そういったところもありますし、で、お家にいる時で、僕なんかも僕も愛用してるんですけども、家に帰ったら、すぐ基本店に変えて、こう払って、目の前でホコリ払ってっていうこと。あ、そうね、はい、この近くで払えばね。そうですね、はい、ちょっとこう工夫もあると、ということですね、こちらなんとですね、発売価格は64,800円です。64,800円ですよ、皆さん。はい、ということでですね、いただきます。はい、まあそれぐらいしますよね、この性能だったら64,800円。まあでもさ、これどのぐらいになるのかってね、こちらです。え、こちらです。本当に？本当です。これ安すぎません？これちょっと安すぎるよ。しかもですね、もう本当に数が少なくて今日用意できなかったんですけど、なんとこれ茶色の方も用意してます。白だけじゃない。本当？わー、これはすごいよ。あ、こんな安いんだ。あ、じゃあ初し、あ、いやいやいや、ちょっと、ちょ、いいですか。うん、どうした。大丈夫です。ちょっとこっちが、いやいやいや、大丈夫です。大丈夫です。新年一発目。いやー、もうまだまだいける。それ、どこから持ってくるんですかね。お願いしますよ、これね。いきますか。行ってください。一発目ですもんね。一発目ですから、ね。サンキュッパでも安いと思うんですけどね。まあ、安かったですね。まあ、確かに安かったよね。安かったけども、新年 ね、コラボ一発目で。そうですよね。僕らにとってはこれが一番最初ですからね。じゃあ、すいません。お願いします。どうでしょうか。おー、すごい。本当に安くないですか。
それすげえ。これあまりの安さですね、うん、すいません、今モザイクがかかってますので、そうだね、いつものですね、URL の方に概要欄に貼り付けてありますので、なるほどなるほど、そちらで詳しく確認していただきたいんですが、先ほど言ったですね、茶色と白、うん、はい、2色で、今回いきます。そして、送料は無料、無料で、台数は、30台ということで、30台 ?30 台います。大丈夫です。これも買おう。ねえ、前回より上位モデルですからね。そうだよ、これすごいよ。ショートリビングも全くもう問題ないですし、やはり広めの部屋向けかなっていう感じなので、でも、はい、今回さ、ちょっとこれ実践でやっていただいてね、うん、初めて俺こういうのやったの。あ、確かにね。そう、いつも説明受けるけど、これでもちろんね、信じてはいるんだけど、でも実際にこうやったらさ、本当に焼いた瞬間からピリピリしてね、これからの時期に本当にぴったりということで ね、はい、お後がよろしいと。いやいや、いいです。はい、素晴らしい。ありがとうございます。はい、じゃあ今年、初ということですね。はい、本当にいつもありがとうございます。いやいや、もう本当にね、いつも私たちは ね、ぶっ込みに来てますからね、今年もぶっ込んでいきたいと思います。はい、で今年はですね、はい、もうこの後、この空制動画に続いてですね、はい、もう一つ、電気シン、オリジナル商品の、スティッククリーナーですね。おお、スティッククリーナー、はい、やはり掃除機はもうお家、ご家庭に多分一家に1台以上、いや、そりゃそうだよね、確かに、はい、でこの花粉っていう部分で、掃除機はそういったものもこう吸い込んだりとかあります、ちょっとこう関連性もあるかなということで、おお、いいですね。今回のプライベート商品ということで、はい、カラーも何色かあります。あ、もう早く早く行こうよ、もう説明いいじゃん、行きましょう、ね、ということで、チャンネルへの高評価と番組登録よろしくお願いいたします。はい、ではクリーナーに行くぞ。